はい、東京湾です。今日は非常に寒い、日差しはあるんだけどね、非常に寒い真冬、1月です。ちょっと東京湾のストラクチャー打ちでシーバスを釣る、今日はデイゲームで、できれば横の動き、横の動きでストラクチャービシビシ打って釣っていきたいと思います。やる気のあるやつっていうのは結構シェードの中に潜んでたりします。それをね、横の動きで釣っていきます。それではどうなるか分かりませんが、行ってみましょう。東京湾、おっしゃ、来た。ストラクチャーゲーム最高。事件発生。もう僕の心臓が破裂しそうでした。本来はもう1月水温が下がりきっちゃうと、やっぱりデーゲームはもうディープ、ジギングなんですよね。あとはまあストラクチャーにももちろんその ディープに隣接するストラクチャーがあって、そういうところはやっぱ深いレンジを釣っていくのがまあ主流なんですけど、結構やる気のあるやつって浅いところに残ってたり上のレンジに残ってたりします。で、結局そういうのってやる気あるから簡単に食ってきたりもする。ただそれを探すのが結構大変な時期でもある。それをね、今日はパパパッと見つけていきたいなと思ってます。今年の春発売になるザブラシャットカイラ、これでまずはやっていこうかな。太陽があるとこはシェードを狙う、これは基本です。結構ね、明るい時間帯は早巻きでいいです。潮の流れが背中から来てるから、結局背中に流れとか風を受けてキャストをするっていうのがもう基本だよね、ストラクチャーうちは。14時ぐらいが土管長なんで、今下げてる段階で、下げれば下げるほど、ストラクチャーとこの水面との差ができるからより打ちやすくなるよね。こちら側が、浅いで、このストラクチャーずーっと沖に行くと 25m ぐらいになります。こういうルアーでどうしても釣りたくて、見て釣る楽しさで、俺が狙う魚は絶対に浅い側しにいる。でも数はいない。だからもう一発二発の勝負 の勝負なんだけど、やっぱりね、こういう釣りを自分でやりたいと思ったら、もうそれを頭の中いろいろ考えてやり続ける。そしてそういうところを釣るルアーをセレクトする。これはすごく大事なことです。こういうとこもね、ビシバシ入れていく。ほら、サイトサイト、ほらーねー、だからこのカラー作ったの。おいっしゃー、はい、ザブラショットカイラ。透明度がすごい高かったから、ルアーが今どこにあるんだろうとかすごい見えますよね。あと魚が追ってきた時とかも、どういう風に動かせば食うかなっていうのを見やすい色に今変えた。真冬のデイゲーム、やっぱ気持ちいいよ、見て釣るっていうのは。このカラー超おすすめですよ、特に透明度高い時。一通りパールホワイトで釣ってきたから、蓋流し目はクリアベースの暴走チャート、これにするとね、スルとシーバスも口を使います。うしゃサイズかわいいね。このサイズはこういうとこですね、暴走ジャック、ザブラショット
平。いいよ、1年中滑るよこれで。ストラクチャーゲーム最高。ザブラッシャット平。僕が東京湾で釣りをする上で、ストラクチャーゲームをする上で、かゆいところに全て手を届かしたシャットになってます。結構その止めてサスペンドするルアーに魚が反応するっていうことがかなり多くありました。だから僕はこの、ね、バイブレーションのようなアクションなんだけど沈まないサスペンドタイプというものを作ってもらって、あとはシャットって結構、風の抵抗をリップで受けてキャストしづらいということがあります。なんだけどこれは、ジップベイツマグドライブが、まあ、通常のルアーでラインナップされてるんですけど、マグドライブもよりこうなんて言うんだろう、ショートピッチのキャストでウェイトが後ろの方に重心を移動してくれて矢のようにピューッと飛んでってくれるんですね。なのでもうね、すごいショートピッチのキャストでもこのマグドライブを改良したことによってキャストがものすごく決まるようになりました。で名前はマグドライブアロー、新型です。あと特徴っていうのは、そうだな、このリップ、これは潜らせるためのリップじゃないんです。あの、ね、ストラクチャーにこうブーッて当たります。当たってこのリップがストラクチャーから値上がりを回避してくれる。これね、相当テストしたんですよ。この形状が一番いい。そして潜りにくくなってます。だからストラクチャーを回避、値上がりを回避するためのリップだと思ってください。結構魚が食うゾーンって、あの壁に追い込んだ時、ルアーを壁に追い込んだ時とか、あとは、石積みや消波ブロックなんかにぶつかってハンゴフって言われるんですけど、ぶつかってパーンって弾いた時に魚がバーンってアクション、食うんですよ。よりヒットゾーンをギリギリまで攻められるルアーになってます。ザブラシャットカイラ、ぜひワンオクや河川のストラクチャーゲームで使ってみてもらいたいと思います。おかっぱりでも全然使いやすいと思います。よし、行きます。事件発生するか。これこの白です。これなんか中突っ込まれてます、魚に。うわ、出たー、マジかー、嘘でしょ。真冬っすよ、1月。シバスか、シバスだ。うわー、マジかよ。うわー、何匹もいる。よっしゃ、やばいよこれ。1月半ば、水温1桁、水深15m、やばい、釣れちゃったよ。いやー、これは超嬉しいな。うわ、ビッグトップコノハ230。魚がね、小さく見えちゃうんだよね、ルアーがでかすぎて。最高です。これジップベイツから、今年の夏に、発売となります。コノハ230。ずっとね、いろいろね、引き抵抗を軽くとか、バリにくくするにはどうすればいいだとか、スケーティングをさせるにはどの形状がいいとか、よりプロシロに近づけるにはどうすればいい、ずっとそれを考えてきて作り上げたこのコノハ230。でかいんですよ、とにかく、とにかくでかい。でもこれをさっきみたいに水面バカーンって破裂しちゃう、もうね、なんとも言えない釣りです。今年の夏発売、今年の秋みんなで水面破裂させまくってください。このハニーサンマル、わー、いるいるいる、
おっしゃした。止めといて食ったよ。何匹もいるね。ちょっと抜いちゃいます。はい、暴走チャート、いいね。スラクチャーシーバス、真冬です。いやー、こうなってくるとちょっと大きいの欲しいな。真冬のデイゲームの釣りって浅いとこやったらでかいの釣れるんだよね。でかいのが釣れるんだけど数は釣れない。このさ、1匹の価値っていうのは、まあ当然ね、たくさん釣りたい人も中にはいるし、でかいの別にいいよっていう人もいるだろうけど、俺は真冬にミノシャットをやるんだったらやっぱでかいの釣りたいなっていうのがあるから、こういうね釣りしてます。わーでけー、もう食わないかな。おっしゃ、きた。まあまあっすよこれ。やべ、ドラグ出る。うおー、超楽しいね。やっぱ真冬でもこれですよ。丸飲みなんじゃない。うわ、これ真っ黒だから居ついてるやつだね。狙い通りの魚ですよ。おっしゃー、やったー。一発目チェイスしたんだけど、あ、でかいと思って食わなかったんですよね。で2回目逃げた方向に魚逃げて、ショーハブラックの裏についたかなっていうところにめがけて投げて、聞いてきたら食いましたよ。狙い通り。どうすかこれ、真冬に土砂漏でこれです。こういうの釣れるからね、薪の釣りがやっぱ冬でもやりたくなっちゃうんだよね。はい、ザブラシャットカイラ、いい釣りができました。東京湾のストラクチャーゲームでね、ちょっとこの真冬で、まあ、あんまこういうシャローデーゲームでミノをやる人はいないと思うんですけど、結構ねこうやってでかいのが釣れるんですよ。これはねぜひ皆さんも試してもらいたいなと思います。今後の東京湾のシーバスは、そうだね、夜は今結構釣れます。ナイトゲーム結構バチパターンでね、南の方から今度産卵を終えたシーバスたちがどん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 北の方に上がってきて釣れ出す、そういう時期です、ね、春になるとねもっと釣れるようになるかな。あとは今日はなんといってもジャイアントベイト、今コノハ230つって、これ23センチあるんですけど、このビッグトップでさすがにもうこの時期はガイドとかでももう出ないんだけど、今日はねまさかのこの白パターン一発できました。このトップボタンを皆さん期待してください。まあ今日これが一番嬉しかったかな。東京湾のシーバスフィッシング、冬でもバリバリ楽しいです。皆さんも遊びに来てくださいね。それではまた。